はい、どうもこんにちは、JSXBC813 です。今回はね、まあ、久々の動画の投稿となりましたね。まあ、1週間ぶりぐらいですかね。なぜこんなに遅れたかと言いますと、皆さんもちょっとご存知な方は多いと思いますが、僕、期末テストだったんですよね。まあ、その期末テストが、やっと終わったんで、これから普通の投稿感覚に戻っていきたいと思います。まあ、期末テストのせいにしてしまうとちょっとせこいようですが、まあ、実際そんな感じなんですよね。で、そんな感じで遅れてしまったね、プレゼント企画の結果発表をやっていきたいと思います。random.org さんの方で、ランダム化していきました。一等賞目いきますよ、一等賞目。まず一等賞は、すずぽよん TV っていうのかな、わかんないけど、すずぽよん TV さんです。おめでとうございます。読み方間違ってたらすいませんね。テロップ多分この辺にかな、この辺にテロップ出しておくと思います。多分すずぽよん TV さん、おめでとうございます。2等賞目、したピートボックス TV さんです。おめでとうございます。まあこれも読み方よくわかんないので、ここら辺にテロップ出しておくと思います。お二方にはね、当選メールをパーソナルメッセージの方でお送りしますので、そちらの方のね、返信よろしくお願いします。というわけでプレゼント企画のね、当選結果発表は以上です。まあ今のところね、この動画では僕のね、期末テストが終わったよというお知らせと、あとはなんだろう、当選結果発表のね、お知らせをしましたよね。まあ、これじゃあね、ちょっとね、よくわかんないですよね。ちょっと内容が薄いので、皆さんこちらのモニターありますよね、モニター。このモニターなんぞやと。僕は iMac 使ってるんですよね、普段。このモニターなんぞやと。まあ、モニターはモニターですよね。こう、デュアルモニターとして、iMac と使ってるだけじゃないのかっていう感じはしますよね。ですけど、これ実は Windows なんです。Windows。ちょっとなまりましたね。こちら Windows なんですよ。OS は普通の Windows 7の。なんでね、Windows のデスクトップ PC があるかというと、皆さん、つくも電機さんというお店を知ってますか？つくも電機さんというか、3は使わないですよ。つくも電機という、お店を知ってますか？僕ね、つくも電機大好きなんですよ。大好きというか、今まで僕そこまでね、つくも電機はあんま利用させていただいたことはなかったんですよ。例えばサブチャンネルの方でやったんですが、iPhone 4を買ったんですよ。白ロムのね、その白ロム iPhone 4を買わせていただいたところが、つくも電機さんだったんですよね。で、そのつくも電機さんはね、ほんとサービスが良くて値段もいい。リーズナブルなね、値段なんですよ。で、まず店員さんのね、もう、知識も素晴らしい。で、そう話してるうちに、自作がね、本当にいいな、みたいなことを僕が言ったんですよ。自作いいですね、みたいな。それで、ま、いろいろ、こんな感じのいいんじゃないのって話してるうちに、もう自作がね、本当、自作に憧れを抱いてね、ちょっと自作をちょっと買っちゃいました。まあ、自作 PC と聞くとね、難しいんじゃないかとか、いや、僕や私にはできないんじゃないかと思ってる方いるんじゃないでしょうか。実際ね、自作 PC というものはね、ものすごく簡単です。僕、自作 PC ね、これ作るのに、15、6時間かかったんですよ。めっちゃかかってるやんけと思うじゃないですか。僕の場合はちょっと特殊で、ハードディスクの設置を間違ってて、全部完成したと思ってからハードディスク取り出してって感じで、2回組んだような感じになったんですよ。だから時間かかってるだけであって、基本的に普通にやれば、その半分の6、7時間あればできるんじゃないでしょうか。で、ちょっと慣れてくると30分とかでもできるそうです。組み立てながら、ちょっと、ちょくちょくとカメラを回したんで、そちらの映像を踏まえて、ほんの少しだけ、まあ、自作 PC を作ってる模様をご紹介したいと思います。まずね、こんな感じで、マザーボードあるじゃないですか。マザーボードをPC ケースに取り付けていきますよね。で、PC ケースの中のマザーボードの、なんて言うんでしょう、ファンみたいなのついてるじゃないですか、マザーボードに。でっかいね。あ、ちなみにマザーボードっていうのはこの基板みたいなやつですよ。この茶色くていっぱいブチブチブチってあるやつ。この左の方にでっかいファンがついてるじゃないですか。あれが CPU クーラーというもので、その CPU を冷やすためのものです。その下に CPU があるんですよ。その CPU をつける過程はちょっと飛ばしました。まあ、ちょっとあれはね、ほんと集中しないとダメなんですよ。あれはほんと気をつけてください、皆さんやるとき。CPU 入れるときはほんとそーっと入れて、ガシャンです。こんな感じでね、PC ケースをマザーボードに止めたら、LG!LG LG のこちらは DVD ドライブですね。はい。DVD ドライブ、LG 製ですね。こちらを、PC ケースの方にセッティングしていきます。そして次はハードディスクです。HDD。こちらをセッティングします。ハードディスク。そしてこちらがね、グラフィックスカード。グラフィックカードっていうのかな？これが、NVIDIA 製の、なんだっけ？ NVIDIA GeForce。確か660とか、そんな感じだった気がする。
詳しいね、スペックの方は、僕のブログの方に記載しておくので、どういう感じのパーツで組んだのか知りたいよって方は、僕のブログの方を参考にしてください。これはね、グラフィックカードってやつですね。まあ、ゲームやると人とかは、まず入れないとダメでしょう、これは。次、こちらが電源ユニットですね。パソコンの電源を供給するのね。パソコンの電源となる部分ですね。まあ、剛力と書いてますが、インターネットでちょっと一躍有名になった方ではありません。普通の剛力です。で、開けるとね、こんな感じでケーブルだらけなんですよ。もうワンサカケーブル入ってるんですよね。まあ、ややこしそうですが、簡単です、全部。こちらがね、まあ、主電源的なね、まあ、一番大きいね、ところですよね。で、電源ユニットをね、こんな感じで PC ケースの中にセットします。で、こちらがね、ASUS のモニターです。こちらのね、ここにあるやつ、これです。こんな感じの、でっかい箱に入ってました。これもね、またリーズナブルな値段です。あ、で、ちなみに、こちらのモニターは ASUS なんですが、マザーボードも ASUS です。こんな感じでね、でっかいですよね。で、確か23インチです。まあ、あんまでっかくはないかな、23インチなら。Windows の OS も無事に入って、Windows 今、構成中ですね。展開したり、いろいろなんなりして、Windows をインストールしています。ちゃんと無事に動きました、ちゃんと。そして、まあ、サービスをね、開始しますということで、もうすぐ使えるようになりますね。で、そしてこちら、Windows を起動していますと、無事に Windows の、構成というか、Windows が無事にインストールされました。自作 PC のモニターはこのようにね、こんな感じでセッティングしました。こちらが、正面がね、iMac です。その左が ASUS のね、こちらのモニターとなっております。こちらのね、2つのモニターを駆使してね、快適なネットライフをね、ネットライフというか、まあネットライフを送るためのまあ周辺機器はね、結構いろいろね、後ろの方にも設置してるのですが、なんかここら辺に緑のね、ランプが点灯してるのも見えると思いますが、まああれもちょっとした面白い感じの周辺機器なんですが、まあね、ここでその、あれをやってしまうと、その周辺機器の紹介をやってしまうと、まあ動画が長くなってしまうので、こちらね、詳しい、なんて言うんでしょう、便利グッズの紹介は僕のサブチャンネルの方で、開封&なんか紹介的なことやってるんで、まあ詳しいことが知りたい方はそちらの方を見てください。リンクは説明欄の方に貼っておきます。僕の机ね、ほんと普通に狭いんです。こんな感じでね、これしかないんですよ。こんな感じで非常に狭い机なんですよ。で、まあ自作 PC はね、まあ、ちょっと置けないということで、 PC の本体は床に置いています。で、後ろを見ていただければ分かるんですが、こちらに LAN ポート、LAN ケーブルで、こちらに HDMI ね、こちらの HDMI で、こちらのね、モニターに出力しております。はい。で、こちらとね、iMac ね、まあ、せっかくね、モニターが2つあるということで、デュアルモニターとして使ってます。なので、iMac の画面を拡張することもできます。というわけで、いかがだったでしょうか。まあこんな感じでね、なんと言うんでしょうか。ゆるい感じで、まあお伝えしていったんですが、なんとなくの雰囲気は伝わったのではないでしょうか。で、少しでも安くかつ高性能な Windows PC が欲しいと思われている方は、ちょっと自作 PC の方を、こちらの動画をね、見て、ぜひ検討していただければ嬉しいです。こちらの動画というか、こちらの動画ですね。この動画。というわけでね、長くなりましたが、こんな感じで終わっていきたいと思います。プレゼント企画の結果発表。そして、期末テストが終わったから、投稿感覚が戻りますよっていうお知らせ。そして、簡単な自作の、作り方の紹介でした。サブチャンネルもやっています。Twitter の方もやっています。そちらの方ね、2つの方もチェックしていただけたら嬉しいです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。